いやもうリラックスしてすごく楽しく話せたので、とても自然だったんじゃないのかな、ありのままでお話できたかなって思います。こんなに長くお話をしたのは実は初めてだったんですけれども、非常に似た感性を持って、おられるし、あとそうですね、なんか苦労している場面というか部分も似てるなって思って、ぜひ頑張ってほしいと思います。